がティターンズの拠点。敵はもう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。イカズキオーガス、これだけは言っておく、絶対に死ぬな。うるさいな、聞こえてるよ。そんなの当たり前でしょ。神夢、どこへ潜り込んだのだ。カラバ地上部隊、ユノ・アスタルト特務総長です。クワトロ・バジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。あ、すいません、クワトロ。ティターンズの監視塔です。敵の増援を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロ・レイダー。シャオ、応答してくれ。アムロ、クワトロとしてで構わない。大尉、あなたまで来るとはな。カミーユならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのフォーという娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は返事をどうにかせねばならん。クワトロ隊員、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本来の進行ルートを確保し、カミーユ君を探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。いいぞ、その調子だ。モビルスーツを出撃させろ。テリア、うわー、うわー、捕らえる。今回のドレイク現象、いつもと比べて規模が小さい。そうだね、明確なのはカミーユ君がナイフキックだけかな。ディレクトリをまたいで散ってしまった結果団メンバーのデータは今のところ無反応だね。でもこの時代の火炎モビルアーマーと火星のモビルアーマー、その紐付きでブレイク現象が起こる可能性は十分にあるよ。小隊長、どんなお邪魔虫が出るかわからない、用心して進んで。サイコガンダムのパイロット、ニュータイプ研究所の一つ、ムラサメ研究所の被験体。彼らはまた戦場で出会ってしまった。もしかしてニュータイプの強化？フォーは強化人間だ。しかし彼女には近くにいる人にまで影響を与える力が備わっている。カミーユ君はそれに取り込まれてしまうと。彼はフォーを自分の手元に引き寄せられると思っている。敵味方だって分かり合います。隊員みんなで協力して助ければ。いや、フォーの意識はもっと強制されて人為的に作られている。薬物と催眠療法になる。沈黙、ティターンズの監視と全て沈黙。小隊長、お手柄よ。さすがだな小隊長。それにクワトロ隊員にも手間をかけさせた。気にするな、それは私の役目だ。待ってください、ブレイク反応、何か来ます。何？サイコガンダムか。地球のみだと思ったらまた戦闘か。まったく。ガンダム、いや違う、ここは俺たち
ち2番隊が引き受ける。ガンダムグシオンリベイクフルシティ、アキヒロアルトランド君見つけた。大尉、彼はテッカロンという民間警備会社の団員です。私たちは何度かお仕事したことあって。彼が戦っている黒い機体は何だ。あれはフルーマ、厄介な。データのないモビルスーツ、ティターンズの新型か。知らんぞ、何だあいつは。その強烈な肌、このモビルスーツ、ミスターだ。あれは私たちの宿敵です。小隊長、フルーマと一緒に片付けて。これ以上天下団の邪魔はさせねえ。お邪魔虫の親玉も出てきそうだね。いろいろと聞きたいことがあるから、出てくるのは都合がいいわ。これはこれは、なかなかのメンツが揃っているな。またガンダム、ゼータタイプか。ハーメス・マーキュリー、やっぱりあなただったのね。何者だ。本来はあなた方の歴史には存在しないもの、そう思っていただいて結構だが、あなた方のたどる、その交差点は非常に興味深い。あなた方だと、俺とシャアのことか。今度はパイロットのデータを集めてるの。私にはそれを答える権限は与えられていない。今のあなたはやっぱり管理システム。レディ・ユーナ、悟られてる。そうだったね。ごめんなさい、アキヒロ君。大丈夫、みんなでこのガンダムを止めて。大決戦。ますます腕を上げたな、小隊長君。周りのサポートのおかげもあるだろうかね。もっと素直に褒めろ。宇宙世紀の歴史に入り込んだホストディザスターのガンダムフレーム。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して散らない鉄の花、鉄火だ。その結びつきの強さも収集すべきで。組織を作ろうとしているのか。それにそのガンダムは。私にはそれを答える権限は与えられていない。予測できない相手には、そういう相手が一番怖い。やるな、小隊長君。それにどの機体もなかなかのものだ。データ更新はちゃんとやってるからね。収集してるのはあなただけじゃないってこと。それは管理システムにとっても喜ばしいこと。頑張ってくれたまえ。まだまだ組織が出来上がっていない。組織という概念はないのだよ、タイ。それよりも作らねばならんものがある。この男、なんだ。このメンツ相手では厳しいか。だが必要なデータは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。ふう、あとはグシオンさえブレイクアウトできれば修正完了ね。そういうわけで、アキヒロ君、お疲れ様。次は、モビルアーマーとの戦いだよ。鉄火団の晴れ舞台だ。無様な真似は見せらんねえ。ガンダムグシオンリベイクフルシティ、ブレイクアウト成功。じゃあ、私たちも。待て、彼らは一体何者だ。ユノ、君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはさらばの人間か。一年戦争のスーパーエース2人に詰め寄られてる。さくら、早く私たちもブレイクアウトして。こんなもんか。お疲れ。
Thank you.